こんにちは、塾の久保です今回の愛媛大学深夜のコソコソ話は若者のまる離れというテーマでねお届けしたいと思いますが前回は若者の車離れというテーマでお話し,しました実際に若者の車離れっていうのはいつの時代と比べるかによって全く変わってきますよね例えば昭和30年代とか40年代と比べると当時の若者は確かにね車離れどころか車 確かに乗るような経済力とか、それから車の種類も少なかった。道路も整備されてなかった。ガソリンスタンドも少なかった。いろいろ環境が整ってなかったんで、まあ車っていうのはね、やっぱ事業で乗るものとか、それから酒屋さんがね、自家用車で持っているとかね、そんな感じだったんじゃないかなと思いますよね。配達のためにトラック買いましたよみたいな。だからその車の横に自家用って書いてあったりとかしましたよね。今ではそんなことないんじゃないかな。例えば田舎の 酒屋さんがあったとしても普通におしゃれな軽自動車で配達もするみたいなところでね軽自動車の,あのバゲージルームってのはでかくってでおしゃれですから、うん、普段の利用とか買い物用とか配達用とか何でも使えるんじゃないかなそんな時代だと思いますよね、まあ、それにね中古市場のやっぱこう拡大っていうのもありますよね やっぱこう新車が売れれば同時に中古車に降りてくることも多くって中古市場も膨らんできてで中古車っていうのも結構状態がいいのが出てきてですね昔は中古車っていうのはもう当たるも発揮当たるも発揮みたいな感じだったと思いますけども今はね例えばなんか30万円以下で買える中古車って言ってもちゃんと乗れたりしますし実際私がねその20年落ちぐらいの今乗ってるセルシオなんですけども。 15万キロを以上走っていても逆にねなんか安全というかね安心というかね15万キロ走って20年前の車なのに中古市場に出てくるってことはちゃんと何人もの何人ものチェックをして出てきてるんだろうなっていう感覚なんですよでボディに傷がありますって言ってもほんとこんな米粒みたいなのがあってそれで査定が安くなってるみたいなことがあったりで中古車ってねホイールとかアルミホイールとかねタイヤが最初っから なんかこうカスタムされて付いてたりとか内装も外装もピリッとね、あのーまあ、オリジナルの部分からだいぶいじられてるんで自分好みの車にカスタマイズされたのが見つかりやすいっていうところもあるんですよね、うん、私はノーマルとかも好きなんですけどもちょびっとだけね、あのー、若い頃の20代の頃の憧れてた車を追い求めてるところがありますんであるなみたいな感じです。 あの VIP カーっていうねカテゴリーなんですけども当時多分今でも出てると思いますけどもカリスマっていうねその3ナンバーばっかりクラウンとかマジェスタとかああいうのばっかり特集してる雑誌があってあれが好きで読んでたんですけどもいつか欲しいなと思いながらなかなかね手に入らなかったの今は結構ね自由にポンポン手に入るんでそう車ってのは複数同時に乗らないとあの欲しい車はまだまだあるんでねもう人生の中であの乗り損ねちゃうんじゃないかなと思うぐらいですよ 今はね、やっぱり赤いソーラ、青いソーラ、どっちか欲しいなと。ソーラもあの、430って言ってセルシオのタイプになったやつですよね。うん。まあもちろん、昭和の時代のあの例のナンパソーラもいいし、プレリュードもとは思うんですけども、うん。やっぱ順番が出てきますよね。ワクワクしますね、こうやって車の話してるだけでも。車は別に私詳しいわけじゃないんですよ。あの、もうほとんどね、あの、あれですよね、ボディで選んでますんで、デザインで。 ほとんどその他の機能っていうのは差がないかなと思いますし、馬力があろうがどうしようが、日本国内の田舎道走るんだったらそんなスピードも出さないし、まあ安全に止まってくれればいいかなってことですかね。で、内装もね、もう最初っからパリッと揃ってるのばっかりになってくるんで、いじるところがないですよねあ。でもナミさん、昔はこういうことあったんじゃないですか。車を買ってね、ドリンクホルダーを,をなんかこう、 カーショップとかでで買ってくるみたいなね600円ででドリンクホルダーをなんか助手席の分の2個つけるみたいなのがあったと思いますけども今は最初からドリンクホルダーがいろんなところに設置されたりとか収納型になっていたりとかねセレッションなんていうのはヘッドセットの下からギュッ,ュッと出てくるんでドリンクホルダーがすごく便利だったりするんですよねまあないのはスマホのなんか置くスペースですかあれは私の買うような車にはないですねあちなみにトランザム もう40年前の車になりますんでドリンクホルダーすらないしポケットすらないです何にもないですのっぺりとしてもうインパネのところにメーター以外はね何もつけられない状態なんですよそれこそつける差し込み口すらないんで本当に不自由しますけどもその不自由さが時代を感じさせるなとそれもインテリアの一つだなと思ってる場合で、えー、あんまりねデコレーションしてないかなってことですよねまあ当時のモデルに憧れて買いますんでしかも私の場合は、まあ、トランザムが一番カスタムしてますからねまあナイトライダーになってますから いやもう本当に眺めてるだけでで感動でごろいろとお話しておりますけども今回ねあの、まあ、車の話は一旦置いといて若者の恋愛離れこれについてちょっとお話しできればなと思います結局何で車に乗るかっていうともうファッションの一部とか自分のアイデンティティの表現の場っていうところだと思うんですよ例えば腕時計にお金をかける人もいれば帽子をねうぶ、えー、る人もいればね えーまあ、女性でしたら服をこう調整したりとか眉毛をこうねやったりとかネイルアートしたりとかいろいろあると思いますけどもそうそうネイルアートぐらいのものなんですよ私にとって車っていうのはそのぐらい当たり前でで追求するべきものなんですよねだから若者の車離れっていう言葉はあるんですけども先ほども申し上げたようにどこと比べて若者の車離れなんですかってさすがにねやっぱり今50代を過ごしている私とかナミさんの時代っていうのは 確かに、こう、成長とともに、車がドガーンとね、膨らんだ時代ってありましたよね。そこから車っていうのは、だんだん、その、ね、人口の限度もありますんで、まあ、なぜ人口が減ってます、少子高齢化なんで、だん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 、車のユーザーって縮小するのは当たり前なんですけども、そこについて、若者の車離れって、ね、まあ、キャッチコピーとしては頭に入りやすいんでいいですけども、現実は、別にそんな、車を若者が乗ってた時代、ローンして無理やりね、 ガソリン代も頑張って払ってた時代ってせいぜいなんか10年ぐらいだったんじゃないかなと思うんですよ。うん、車とかバイクとかがまーッと流行ったのってね。で流行ったとたらスッと縮小していくのはやっぱ維持が難しいよねということとかね。うん、それからやっぱりこう年齢に応じてお金をかけれるものも変わってくるしそれから時代とともにそう交通機関の発達とか考え方の変化によっていらなくなってくるよねと。で前回お話したように あの移動がねあんまりしなくてよくなったんですよねはっきり言ってね以前みたいに何かっつえば車出さないといけない時って車がなければね親父車貸してくれみたいなことがあったりとかして車に触れる機会も多かったりとかとりあえず免許が必要だったりとかで車にたびたび触れるんでそ、まあ、そろそろ自分の買おううかなないう気持ちにもなりますよねだから親父車貸してくれっつっても「ああ駄目だよ今俺使うんだからよ」とかって親父がやったら駄目になるとかねそれから 使っていいよって言われてもどうせ乗るんだったらもうちょっとかっこいいのに乗りたいなーとか思ったりとか意識がどん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 変わってくるんでしょ、ね、うね、ん、そういった時代もありましたけども今はまあ車は乗らなくても全然そもそも移動がないんで全然いらないよとかね、うん、で移動っていうのはもう完全に移動手段と割り切って車も何でもいいとかになったりそれからカーシェアになったりとかね確かに効率とかいわゆるコスパを求めていくと車は所有しない方が絶対いいと思いますけどもでもね 好きなものにコスパとかね愛する人にコスパとかってなかなか思えないと思うんですよそれこそ無駄馴染を使うからこそその趣味が成り立つっていうところもありますんでねんはいちょっと話2点3点しましたけども、まあ、車があり恋愛があり合コンがあり飲みの席がありカラオケがあり居酒屋があってこういうのってなんか一緒くたになってるような気がするんですよしまには男性の立場からするととりあえずファッションのために大学行っとこうかみたいな感覚も私はありました いやあの勉強したくてしてあの進んだわけじゃないんですよ別にもうそれは今でもねもう恥ずかしくもなく言いますけども大学は合コンのために行きましたねとりあえずモテたいと思ったんですよだから車軽音楽部、えー、飲みの席合コンのセッティング、えー、ホットドッグプレス <laughs> その他全部がモテるためにフォーカスしたんですよねで結果モテなかったわけですよ <laughs> そこまでしてもモテなかったんですよ でもモテるモテないは結局最後にどんなね愛するべき人と出会ってその人と毎日豊かに暮らすかってことなんでそういう意味では私は最後のワントライでなんとかなったかなっていうところはありますけどもそれまでは何かモテなかったんですよね。お付き合いしても何となくちょっとね他に気がいく人が出てきたりとかしてもう私の方がですよフラフラーっと行ったりとかまあその逆に何か知んないけど音信普通になって振られてみたりとかね。 だから恋愛してみたけどもなんか遠方だったりとかねまあ出会い系サイトとかを通じて出会うことも多かったんでもう最初にね出会い系サイトで、あのー、付き合った女の子って名古屋にいたんですよね名古屋あ横浜だ横浜のね横須賀にいましたねだからデートは京都ぐらいでねなんか中間でお会いしたりとかねで今でいうちょっとこうね精神に事情がある方だったのかなと思いますねまあ、いわゆるそのメンヘラっていう風な言葉を使われると思いますけどもそういう方だったのかな当時言葉はなかったんですけどもね でも実際にその大きな心臓の手術をしたみたいで定期的にお薬飲んだりとかしてそのお薬の影響で考えがまとまらなかったりとか疲れやすかったりとかっていうのでなかなかね異性とのお付き合いが長続きしなかったのと同時に私は一人でこのままやっていけないから早く結婚して守ってもらえる男性に出会いたいとかねまあそういう風になっちゃってたんですよだからもう本当にでもねあのその方はあの温かい家庭を作ってあの今度結婚するんでねあの まあね、当時の、ね、久保さんっていうか、てっちゃんとか実際くれてたんだけど、てっちゃんに話しとこうかと思って,って、で、これから一緒に暮らすんだけど私大丈夫かなみたいなこと言ってて、大丈夫だよ、俺とはうまくいかなかったかもしれないけど絶対に温かく包んでくれる人は出てくるよ、ね君が選んだ人なんだから大丈夫だよ、みたいな感じでね、うん、なんかちょっとほっとしたところもあってね、本当に、まあ、私はちょっと手に負えないなと思ったところがあったんであ、ちょっと話長くなりましたね。でもこういった 別れた恋愛のエピソードっていうのはなんかすごく大切な思い出ねあ,あるんじゃないかなともちろん今奥さんがいらっしゃるんで、えー、いちいち思い出したりしませんけども自分の青春を振り返った時にあの出会った分だけ別れてきたなっていうふうなね、まあ、いわゆるなんか小説みたいな感覚がありますねいつもあなんかいい時期があったなとでもその時期を通り抜けたからこそ今目の前にいる人が大切に思えるんだなとかね うん、そんなところであのー、飲みの席っていうのもねやっぱ外せないと、うん、で今では全くお酒を飲まなくなりましたけどもでも大学入って軽、あのー、音楽部入って、えー、新歓って言ってかね新入生歓迎コンパみたいなのがあってね全員男ですよ軽音楽部なのにおい先輩たち女読めれるのかよと思ったんですけども私が先輩になった時も全く女性いは呼びませんでしたねあんまりね軽、あのー、音楽部ってねモテなかったですね ですんで独自にあのオリジナルバンドを作って、えー、大学以外でライブ放送をねライブ活動をいっぱいするようになったりとかデモテープ作ったりとかしてガンガン行ってそれから、えー、交渉相手は地元の短大とか女子大とかに絞ってですね専門学校とかどんどん申し込みに行きましたねうんやっぱねどんな学校にも軽音楽部とかってあってで女性で軽音楽やってる子って当時はね なんかそのレディースみたいなちょっとね行きがってる女の子ばっかりでとても好みじゃなかったんですよ本当に <laughs> まあだけども女性との接点をまずそういうところに設けなくてはいけないかなってでやってで一緒にライブをやるとその女子校なり専門学校の女生徒さんが私たちのことを見てくれるんですよだから女性のバンド私たちの男性バンドがあのジョイントでコンサートその大学内とか専門学校内ですると お客さんんんはみなな女の子なんですよ、ね、で自分の学校の軽音楽部の女の子が出るっていう体でジョイントする男性を見に来てくれるんで私たちですよねだからそこはモテましたねはっきり言ったらほんとにすごく熱烈歓迎でねあの生徒会長とかをやってきてね ものすごく可愛らしい角度このミニスカートパパみたいな「生足臓」みたいなのがね来てですね「今日はありがとうございました」花束をなんかメンバー全員にくれたりとかしてなんか私たちも鼻のね下がこうなって鼻,の鼻が膨らんじゃってお「今日頑張らなきゃいけんな」みたいな感じでね <laughs> まあでも音楽下手だったんでがっかりさせたかもしれませんけどもまあでもねあのギターやドラムスティックを担いで帰る姿に、まあ、いろんなファンレターやプレゼントが届いたりとかしてね「あの電話番号教えてください」とか言って当然電話番号教えるために。 電話番号を書いたメモ帳を持ってきたんで、これメモを受け取ってくださいみたいな感じでね。で当時は留守番電話ですんで、携帯電話とかないですから、いやなんかこういうね、なんか今本当に目にあの浮かんでくるようですよ。ね。で当時1819から2122ぐらいだった裏脇乙女たちも今はねあれからそうですね30年ほど経ってそれぞれに家庭を持ってたまにああの頃なんか熱を上げた アアマチュアバンドの男の子がいたなぐらいは思い出してね、うん、そういった経験が多分子供を育てる時にああいうやつに騙されちゃいけないなと大学は危険なところだなっていうふうに教訓になっていただいているんではなかろうかと思いますまあ私の方はねそんな不らちなお付き合いをした覚えはないんですけどもでもなかなか不器用な手前ねいろいろと誤解をさせてしまったり悲しい思いをさせたりしたのかなと振り返るばかりでございますけど だからね、何が言いたいかっていうとお酒車それから恋愛ホットドックプレス、えー、部活サークル活動今いろんなものが今この年になって50になって財産というかね私の思い出の宝箱はもう目一杯なんですよでしかも今もその日々の暮らしの中で、まあ、いわゆる50代の青春をね送ってる中で今も宝箱がどんどん増え続けている多分ナミさんも同じような気持ちだと思うんですよその中で 車を降りるって選択肢は未まだに考えられないですし私の場合は複数所有する中でそれぞれの車に乗る時の,あの自分が入れ替わるんですよねお父さんとしてのベルファイア彼女とお付き合いする奥さんですけどね2人で楽しむセルシオ1人で乗るトランザムたまには原付きのくまモンみたいな感じでねいろんな自分を切り取りながらでも振り返るとこういったこの私のアイデンティーィ アイデンティティを作ってくれたのは十代や二十代の頃を過ごしてくれた淡い青春だったかなというところですよね。なんか話長くなるんでこの辺にしときましょうか。今回は別にあの問いかけとかありませんけども、ナミさんの言う通り私たち五年しか違わないんですけども、その間にバブル崩壊っていうのを挟んだりとかね、でそれからまあなみさんは多分う幼い頃っていうのは。 黒電話がなかかったりとかそれから電話を仮に近所の人が10円持ってきたりとかサザエさんの世界だったりしますよねそれはそれからテレビの前に大勢が集まって見るとかね私の時代っていうのはもうあの田舎から引っ越してきてあの新しいニュータウン新しいニュータウンって変ですけどもニュータウンに新しい工場新しい町っていうのがこの私の福山っていう町はできたところなんでみんながねよそから来たあの狭い社宅とか 集合住宅アパートに住む本当にね各家族だったんんでですよみんなで各家族だから狭い部屋の中にまあテレビはね白黒があったりとかしたんですけども豊かさがなんかね広がっていくと同時にいろんな家電が揃ってきたかなってことですよね。で私の場合は物心ついたぐらいに冷蔵庫ができたりとか。 洗濯機が設置されたたりとかしましまけども洗濯板で洗ってる時代もうちにあってたらい置きがあってこうやってね母が洗ってましたよ短い時間だったんですけど私が小学校に上がる頃にはもう「あ洗濯機が来たよこれで楽になるぞー」っつってからねやってましたけどもねいろいろ思い出しますでテレビが白黒からうちもやっとカラーになったなみたいな感じであの白黒のお下がりはちょっとね倉庫に置くようになったりとかねでその倉庫に置いてあるテレビに 私たちはかじりついて電源入れてないんで何も映んないんですけどもテレビが見えてるような感覚でいろんなねイマジネーションを駆使して画面に自分の見たい番組が今映ってるかのようにこう憧れて眺めていましたよね何も映ってないんですよ何も映ってないんだけどもテレビの画面を見ながらねこうやって「わあすごいなースーパーマンだー」とか言ってね「ウルトラマンだー」みたいなこう動くんですよ登場したそういったキャラクター特撮者が。 私の空想の中でねだからテレビのブラウン管を何も映ってないところずっと眺めていてニヤニヤしたりとかね、えー、立ち上がって踊ってみたりとかねアクションしてみたりとかそんな時代でしたねはい以上でございますナミさん聞いていただきしてありがとうございました <laughs> またよろしくお願いします